ゃんが言っていた。自分に溺れるものいずれ闇に落ちる。いや、お前はカウント君が見えることはない。それはその男、ディケイドのせいなのか、それともエリートショッカーのせいなのか。カブトだと証明してもらおうか、ディケイド。人間の力を、そしてそれを信じる仮面ライダーの力を。そのためにお前はこの世界に存在しているんだろう。シュどうかな。ただ俺は俺の信じた道を行くだけだ。どう思われようと俺の知ったことじゃない。行くぞ。アイライダー、ゲート、クルガー、カブト、キマ、ビエンド、おさかしりは。よし。天の道を行く者の力を見せてやる。やめるべ。を見せてやるぜ。なんだ、血迷ったか。以上のみんな、今こそ俺たちに力を貸してくれ。みんな一緒に大きな声で頑張れって応援するよ。せーの。何それ、それが人間の思い。そんなので強くなるわけないでしょ。強さとは力だ。思いなどはまやかしに過ぎる。みんな最後に大きな声です。せーの。おー
カイト、これだ。この声援こそが俺たち仮面ライダーの力、そして本当のお宝だ。信じられない。そういうことか。子供たちの声援がお宝なのは僕だって知ってるよ。僕だって仮面ライダーだからね。子供たちの力をお前たちは舐めすぎだ。みんなありがとう。僕たちは必ず勝つ。よし、やるぞ。けどうしてそうなる。こんな力が信用できるか。ディケイド、どこまでも生意気だ。一体あんた何者なの。通りすがりの仮面ライダーだ、覚えておけ。カンさん。当たり前だ。ありがとうございました。ディケイド、クーガ、そしてカブト、ディエンドも。やっぱり僕はキングベルトが欲しいけどね。まあ今日はしょうがないか。いや、一番のお礼はやはり会場のみんなに言うべきだろう。そうだな、会場のみんな、今日は応援してくれて本当にありがとう。みんなの応援の力すごかったよ。今日のことは絶対に忘れない。おばあちゃんが言っていた、子供は宝物だ。俺もその本当の意味を今日知ったような気がする。そうか、やっぱりみんなお宝だったんだね。でも持って帰るわけにはいかないから、思い出だけいただいて帰るよ。俺たちは自由と平和のためにこれからも戦い続ける。またどこかで会ったら今日みたいに応援頼んだぜ。行くぞ、俺たちは仮面ライダー。バイバーイ。